将棋界の話題を取り上げる大手放置リターンズ第14回は8月に騎士養成期間奨励会の入会試験に合格した中学2年生の竹内ゆずき、ゆずき、女流2級、13が登場。現役の女流騎士の合格は2011年の福間かな女流五冠、32イコール女流名人、精霊、女流王座、女流王位、 倉敷東下イコール以来、13年ぶり。たった一人の女性奨励会員である竹内は今、騎士を目指してスタート地点に立っている。瀬戸香音、名前の由来は、月のように優しい子に、という思い。気に入っています。すごく目立ちたがり屋とかでもなくて、むしろ人見知りだし、緊張しちゃうことの方が多いので、私らしい名前だなって、ふわりと笑う竹内だが、 強く抱く夢がある。女流騎士と騎士は別の制度だ。騎士は、奨励会で商談して過酷な三段リーグを突破するか、厳しい条件をクリアして騎士編入試験に合格しないとなることができない。江戸時代から続く将棋の長い歴史の中で、女性騎士は未だ一人も誕生していない。それどころか、奨励会に入る女性すらほとんどいないという現状がある。 なぜ奨励会を受験したのか、竹内の答えは明快だ。騎士になることが夢だからです。小学1年生の頃、テレビでやっていた NHK 杯将棋トーナメントをたまたま見た。なんか面白そう、という純粋な思いから、両親にルールを教えてもらい、のめり込んだ。近所の教室に通うようになり、覚えている限り人生で初めての夢だという、騎士になりたい、という思いも芽生えた。 将棋以外の習い事もほとんどやったことがない。書道は習っていた時期もあったというが、それも、騎士になった時のことをちょっと考えていて、とプロになって色紙に記号する時のためのものだった。なんか、学校の書道の時間に、多分、初めて書いたと思うんですけど、それを母が見て、なんかすごいひどかったみたいで。あまりにもひどいから、習ってみたらって勧められたのもありますけど、笑い。 今年3月、女流棋士となった時も特別な歓喜はなかった。将棋を始めた時からずっと、棋士になりたいと思っていました。だから、女流棋士になった時にも特別すごく嬉しいというのはなくて、今やっとスタートラインに立てたなと思っています。そして今年8月、奨励会を受験した、受験生同士で戦う一次試験が2日間、奨励会員と戦う二次試験が1日、 3日連続で対局を行う。一次試験の2日間は前日、カツ丼を食べて対局に臨んだ。が、さすがに3日連続カツ丼はきつくて、と二次試験の前にはうなぎに切り替えた。それが功を奏したのか、二次試験も見事突破。正直、今年は受かるとは思っていなかったので嬉しかったです。合格が決まった当日、師匠の竹市三郎七段、70、 に電話をかけると、まだこれからだから引き続き頑張っていきましょうと声をかけられた。師匠も弟子の夢を理解しているのだろう。なんか特にそんなにいつもと変わらない感じでした。今まさに、女性棋士、の扉をこじ開けようとしている先輩がいる。西山友香女流三冠、29、が棋士編入試験後番勝負に臨んでおり、第一局で勝利。 あと2勝で女性初の騎士が誕生する。同じ女性で騎士を目指してる人がいるとやっぱり自分もできるんじゃないかとか。少し自信にはなるというか、前を歩んでいる先輩がいると、叶えられるんじゃないかって思えるようになるなって。現状、竹内が所属する6級から最上位の三段まである奨励会で、たった一人の女性だ。少しはやりにくい部分もあるのかなとは思いますとしながらも、 まっすぐに追い続ける夢なぜ騎士になりたいのか強くなりたいっていつもずっと前から思ってる騎士になるにはやっぱり強くなっていかないとなれないので自分の限界を超えるぐらい強くなれるようにだから騎士になりたいんだと思います